下げる。サーバー玉野市総合運動公園のテニスコートで行われました全国小学生ソフトテニス大会の岡山県予選会、6年生シングルスの部で優勝されました、岡山キッズの大星リリカ選手にお話を伺います。はい、今日はおめでとうございます。ありがとうございます。はい、まず、今日全体を振り返って、今日の試合の出来っていうのを簡単に教えてください。今日は普段練習していたスライスの長いボールやストレートに打てました。ちょっと前、決勝リーグでは、2試合私も試合をちょっと見ることができたんですけれども、ちょっと苦しかったなというふうな試合がちょっと続いたように思います。今日の、決勝リーグの中でどの試合が一番ちょっと厳しいなと思いましたか？最後の試合です。最後の試合で先に相手に2ゲーム取られて、自分がその後から追い上げるような形になったから苦しかったです。確か選手片山選手ですかね。最後の試合で片山選手が、ご自身が打たれた打球がエンドラインを割ってたか割ってないかということでジャッジを求めてたんですけれども、その時に、入ってますようにっていうふうに祈ってたかと思うんですが、その時の気持ちっていうのはどうでしたか？その自分の方からはあんまり見えなかったから、まあアウトしてたら次も決めに行くだけかなって思ってました。実際でもジャッジ通り出ました。入って優勝が決まりました。はい、その時のお気持ちを聞かせてください。最初はもうすごい負けてる雰囲気だったから、それで自分は追い上げてちょっと苦しかったけど、無事優勝できてよかったなって思います。はい、ソフトテニスを始めたきっかけっていうのは、ご両親が知ってたからということなんですが、特にどんなことが面白いと思いました？自分はダブルスしてるときペアのことを前上がるんですけど、その時に前上がって辺を決めれたときが楽しいです。まあ、目指したいという夢があったら教えてください。自分のお母さんが看護師だから、それを自分もやりたいなって思います。最後に、これからの将来、ソフトテニスや勉強など、頑張っていきたいという抱負があったら教えてください。自分は中学校でその県外のところに行くから、それで早く馴染めるように頑張りたいです。はい、これからも頑張ります。